トビー・マグワイア主演のスパイダーマン3部作に登場する主人公ピーター・パーカー。両親を亡くした彼は叔父夫婦に育てられる少しひ弱な高校生だった。逃げるなよ。いいよ。ある日ピーターは大学見学の最中、クモに噛まれたことが原因で不思議な力を手に入れる。体もたくましくなった彼は有頂天となり力を乱用してしまう。忘れるな、大いなる力には大いなる責任が伴う。その振る舞いを叔父の弁にたしなめられるが、その直後、僕のことは心配しないで、自分のことは自分で考える。強盗だ、売り上げを取られた、捕まえろ。強盗だ。君、捕まえてくれ。ありがとう。俺の金を盗んだ強盗だぞ。自分が逃した強盗の手によってベンは亡くなってしまう。何があった？カージャックに撃たれたの。救急車がここに向かってる。皆さん下がってください。おじさん、ベンおじさん。大いなる力には大いなる責任が伴う。彼の言葉を胸にピーターは弱き者を助けるスパイダーマンとなる。ごきげんよう、お嬢さん。スパイダーマン1では親友ハリーの父親ノーマンが持つ負の側面であるグリーンゴブリン。スパイダーマン2ではノーマンの同僚だったドッグオークとの戦いを経て、ピーターは幼馴染である MJ との距離を縮める。そして最終章の3では親友ハリーとの確執や、ピーター、おめでとう。どうだった？よかったよ。 MJ との恋に揺れ動く中、グリーンとマルコ、俺に何の用だ？ベン・パーカーを覚えてるか？お前が無ごたらしく殺した年配の男を。ピーターはベンの仇であるサンドマンと対峙する。負の感情に飲まれてブラックスパイダーマンとなった彼はヒーローとしての自分を見失っていく。サンドマンとの戦いの中、ベノム、ニューゴブリンもスパイダーマンに立ちはだかる。3人のヴィランとの戦いにスパイダーマンは生き残ることができるのか。